日本シリーズが終了したプロ野球界はストーブリーグに突入。FA 選手、退団選手らの動向は、移籍情報などをチェック。11月15日、FA 権利行使選手が公示され7選手が FA 宣言した。同16日から交渉解禁点9日、入団に合意点8日、日本時間9日エンゼルス移籍を発表。12月1日、巨人と正式契約点3年総額 4.5 億円規模の大型契約で、背番号は23。来春には第一子を出産予定の梨花夫人からも、決断についていくだけと後押しされた。30日、オリックス移籍が決定、球団が発表。背番号は17、契約は4年最大12億円プラス出来高とみられ、4年目は金額変動制という。出永30日、台湾の獲得発表。総額3億円の3年契約で4年目はオプション付き。背番号は 9.8 日、涌井がフリーエージェント、FA 権を行使することになったとロッテが発表した。涌井は、この度 FA を宣言させていただくことにしました。いろいろと時間をかけて考えさせてもらった中で、この機会に新たな可能性を探してみたいという結論に至りましたとコメントした。7日、大阪、毎週のオリックス施設を訪れ、保持する海外 FA 権の行使の手続きを行った。メジャー挑戦が有力視されていたが、手続きを終えたこの日は、海外を優先で考えている。向こうでやりたいとオリックス残留は考えていないことをはっきりと口にした。すでに代理人を通じて、複数のメジャー球団が興味を示していると聞いている。今後は正式オファーを待つことになるが、しっかり自分を評価してくれるところでやりたい。お前に任せたという熱意を伝えてくれる球団が一番と話した。12月3日に古巣日本ハムと交渉点14日、国内 FA 権を行使せず、残留することを表明。最終的には家族ともしっかり話をして、こういう決断を出した。一から、頑張らなければという気持ちですね。今季は3月に行われた第4回 WBC に出場後、シーズンでは不調。故障や打撃不振で打率2割1分6厘、16本塁打にとどまった。今シーズンは、不甲斐ない結果で、やっぱりチームを去ることはできないなと思ったと、胸の内を明かした。来季はドラフト1位で指名され、入団確実な早実、清宮幸太郎内野手、18とチームメイトとなる。清宮くんが入ってくるのを、何日か前に知ったんですけどと苦笑い。共に戦うことは、ワクワクしています、と、期待した。12日、保有する FA 権を行使せず残留することを決断。同日、球団側に意思を伝えた今季で2年契約が終了。関係者によると、他球団からの評価を聞ける機会は限られることもあり、権利行使も視野に入れて熟考を重ねていたという。決め手となったのは、プロ入りから12年間育ててくれた西武への愛着と恩義だった。これまで2度行われた球団との話し合いでは、2年契約を提示されていた模様だが、来季は1年契約で挑む。森、岡田らの台頭もある中で、これまでのキャリアに慢心せず、1年1年が勝負という覚悟を決めたとみられる。1年契約で残留することが11日、決まった球団側に、保有している FA 権を行使しない旨を連絡。前日10日に残留する意向を明かしていた鈴木球団本部長は、ありがたいこと。来季も頑張ってもらいたいと話した。海外 FA 権は持っておらず、ポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を希望。13日、FA 権を行使せず残留することを明かした。宮崎秋季キャンプの練習後に、報道陣の前で、残留します。やっぱり強いチームでやりたいし、愛着もある。毎年、優勝できるチームは、そうないですからと話した。FA 権を行使してた球団の話を聞きたい考えもあったが、常勝軍団で来季もプレーすることを選んだ。10日、ヤフオクドームでフリーエージェント、FA 権を行使せず、来季も残留することを明言した。ホークスから必要だという、嬉しい言葉をいただいた。
FA 権は行使せず、残留しますと話した点8日、球団事務所で会見を開き、権利を行使せず残留することを表明。今回、FA 権を使わずに残留することを決めました。残留に至った決め手は、球団との最初の交渉の席で言われた、このチームで引退をしてほしいという言葉だったという。この左腕側まで、ずっと恩返しし続けないといけないと、改めて気持ちを引き締めていた。8日、名古屋球場で会見を行い、保持する国内 FA 権を行使せず残留することを発表した。谷本は、FA 宣言せずに、中日ドラゴンズでお世話になることを決めました。本当に必要としてくれるチーム、それがドラゴンズだと感じた。シーズン途中で加入したけれど、温かく迎え入れてくれたと話した。国内 FA 権を保持点7日、権利を行使せずに残留することを表明した。球団には6日に残留の意思を伝えており、タイガースでやりたいし、日本一になりたい気持ちがあるのでと話した。13日、今季取得した国内 FA 権を行使せずに残留することを表明。台湾遠征には参加しておらず、専用、鴨川での秋季キャンプを打ち上げ、新監督の下で戦力になれるよう頑張りますと決意を口にした。古巣西武へ復帰点17日、埼玉、所沢市内の球団事務所で入団会見。背番号7推定年俸4000万円の1年契約でテクニカルコーチを兼任。鳥肌が立ちました FA で出て、また、西武のユニフォームを着られると思っていなかった。感謝してもしきれないもう一度、小さい花でもいいので咲かせたい。球団が5日、退団を発表球団を通じて、この3年間期待にいらえられず申し訳ありませんでした。できることなら胸を張ってチームの歓喜の輪の中に入っていたかったですとコメント。3年1月2日億円の大型契約で入団しながら、日本シリーズの戦力になれず、公式戦いでも1勝どころか1イニングしか登板できなかった悔しさをにじませた。手術、リハビリと苦しい時間も、充実した練習施設と手厚い待遇をしてくれたソフトバンク球団、ファンに感謝の気持ちも示した。いくら言葉にしても足りないくらいの感謝の思いを伝えるのは一軍のマウンドだと思っています。またいつかグラウンドでファンの皆様、チームメイトに再会できることを信じて前を向き続けていきたいと思いますとコメントを締めくくった。米国球界再挑戦や独立リーグでの現役続行も考えられる中、一軍という言葉で MVB での現役続行にこだわりを見せた。5日、戦力外通告を受けた2006年希望枠左腕の大隣は主に先発で活躍し、08年に11勝、12年に12勝を挙げるなど、通算後12勝、48敗をマーク。13年6月には国指定の難病、黄色靭帯、靭帯骨化症の手術を受けた。今季一軍登板は1試合にとどまった現役続行を希望し15日に行われた12球団合同トライアウトを受験した。10月13日、巨人は来季の契約を結ばず、自由契約にすることを通達したと発表。11年オフに横浜、ゲンデナから FA で加入。主軸として12年からのリーグ3連覇に貢献するなど活躍したが、世代交代の波に押されて来季の構想から外れた。2000安打まで残り135本と迫り、男を代名詞とするスラッガーは新天地でのプレーを模索していくことになる。8年ぶりに古巣楽天への復帰が決定背番号は26。古巣である社会人野球の日本通運へ復帰点10月3日、今季限りで退団することが分かった。鈴木清明球団本部長が、本人がまだやりたいと、出場機会を求めている。広島出身で、これまで貢献してくれた選手本人の意思を尊重したと、自由契約にすることを明かした。今後は他球団での現役続行の道を探ることとなる。